モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日は、玉猿こと小玉がエナロイドの新作ですね、ご紹介させていただきたいと思います。まずはこちらですね、4本ございます。この手前3色が、サングラスバージョンというところで、カラーレンズが入っております。で、奥のこちらだけ、オプティカルバージョンになってますね。形としては少し小ぶりなクラウンパントといったものになってます。ダックというモデルですね。で、このエナロイド特有のカラーリングですね、クリア感とても綺麗だと思います。このあたりもこう光に透けるとこんな感じで、ちょっとクリアのグリーン系のカラーリングになってますね。で、こちらもちょっとなんていうんですかね、キャラメルっぽいこうブラウンカラーになってます。で、最後こちらはブラウンのグラデーションですね。こちらもすごい綺麗なカラーリングのラインナップ。次はこちらノーマというモデルになります。こちらは3色ございまして、すべてオプティカルバージョンになってます。この辺もやっぱり綺麗なお色ですね。グリーンのグラデーションだったり、クリアカラー、こちらも綺麗ですし、あとはこちらもブラックですね。王道カラーではありますが、ツヤ感たっぷりの生地になってます。はい、2種類形を、比べますとこんな感じですね。並べてみるとよくわかるかなと思うんですけれども、ノーマの方がちょっとこうなだらかなラインですね。優しい線のこうシェイプになってます。ダックの方が少しこの天地幅広めの、この角があるようなデザインの違いがあります。はい、まずこちらダックの方を描きさせていただきました。サングラスバージョンの方ですね。薄いグリーンのカラーレンズが入ってます。色味は本当にこう日中とか真夜間もそんなに気にせず描けていただけるような濃度のカラーが入ってますので、すごい使いやすいかなと思います。サイズ感はやっぱりちょっと小ぶりですね。なんで、でも女性男性問わずで使っていただけるかなと思います。こちらノーマかけさせていただきました。エクリュクリアというカラーですね。少し黄みがかったクリアカラーなんですけれども、こう肌なじみもいいですし、結構こうクリアのフレーム割と、服が例えばこうどんなお色とかでも合わせやすいので、個人的におすすめさせていただいております。なんでちょっと抵抗がある方とかでもぜひかけて試したりしてみていただくと、またちょっと違った印象になるかと思いますので、ぜひかけてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回はエナロイドの新入荷商品ご紹介させていただきました。やっぱりエナロイドさん当店でも人気があって、結構本当新作は売れちゃうとなくなってしまったりっていうことが多いので、今この新入荷商品全部揃ってますので、ぜひこの機会に試していただけたらなと思います。
本日は最後までご視聴ありがとうございます。また何か気になることとかありましたら、お気軽にお問い合わせ等々いただければなと思います。モンキーフリップサルチャンネルのご登録とグッドボタンもお願いいたします。ではまた。